いい土産話ができるんです。ね、猿も木から落ちない。あ、そして丸尾さんが、丸尾さん、ちょっと丸尾さん、丸尾さん、あなた暇でしょ。丸尾さん暇でしょ。はい、ちょっとシャラクお近くで、はい、いいですね。またフリップね、はい、全体気を出さないね、これだけでも、あ、遠慮とか、あのカメラを持ってる方はここ中入っても大丈夫ですから、猿の正面から撮っていただけるといいです。猿の向いてる方向から撮っていただけます。これからの季節は大変ですよね。30分が餌の時間です。はい、先ほどもお願いしましたけどね、手を出さない、目を合わせない、柵の目の前では座らない、お子様の一人歩きは大変危険ですのでね、子供さんは皆さん手をつながれてね、猿にあんまり近づかないように気をつけてください。猿の目の前では座らないでくださいね。白髪に動くからね、何もしなければおとなしいです。確かにね、係のおじさんも大きいですけどね、係のおじさんは下から。